よろしいですか山谷恵理子君自由民主党、山谷恵理子でございます。 えー、本日は障害者差別解消法のお質問に入る前に、えー、先週の金曜日の午後に、えー、子宮けがんワクチン、まあ、これは4月から定期予防接種の対象となりましたけれども、重い副反応問題が大きくて、地方自治体の議会でも一時中止を求める動きが広がっています、でそんな中で、えー、先週の金曜日でございます、厚生労働省の副反応検討部会で、えー、ワクチン接種、 積極的には進めないというあのまあ結論決定があ出ました。そのことについて、えー、少し確認をさせていただきたいと思います。と言いますのもここ数年私はあこの子宮頚がワクチンに対して、えー、長期のデータがないではないかと副反応度ですね、えー、フォローアップできていない状況で公費助成を進めるというのは時期尚早であるということを国会でも質問しまた民主党政権では度々し。し 質問終始を出させていただきました。まあ、そんな中で、今回の一時中止、あの積極的に推進しないという決定は、私は良い方向への一歩前進ではなかったかなというふうに思っております。で、これからはですね、今までは小学校6年から高1までの女子にですね、 個別に地方自治体があワクチン接種を受けてくださいという通知を出していたわけですが、今後はこれはどうなるんでしょうか。敷厚生労働大臣政務官はい、えー、お答えさせていただきます。えー、今、今委員ご指摘のようにです、ね、積極的に自治体が今、はがき等とかで通知をさせていただいておりますけれども、これをです、ね、ちょっと一時的にです、ね、取りやめと。 ということになります踏み込んださら、ね、なる予防接種のです、ね、推奨、これをです、ね、やらないということが、今回です、ね、検討委員会の方で決断された内容であります。広報誌やポスターやインターネットを利用して、接種を受けるように、まあ、積極的に今まで推奨しておりましたけれども、それ,だそれプラスです、ねまあ、それぞれのおうちに細かい情報を与え、 提供していた、これをです、ね、少し今回、控えていこうということで、えー、決めさせていただきました、まあ、副反応のリスクをです、ね、しっかりとご理解した上でです、ね、同意した上で接種していただけるようにということで、まあえー、あまりです、ね、積極的にこちらから踏み込まないようにしていくということで、しばらく様子を見てです、ね、また今後のことを考えていきたいとこのように考えております山谷絵理子君、そうしますと、当面、えー、個別に案内状は送らないと。 いうことですね。であのー、実はですね。 保健所や病院で、まあ、その接種を受ける前に、あのこれを、この説明書をです、ねまあ、読んでもらうということをやっていたようでございましてです、ね、実は金曜日、先週の金曜日まで,です、ね、子宮頸がん予防ワクチンは有効性とリスクを理解した上でえで、ー、受けてくださいというものが、月曜日の朝にずいぶん早いですね、積極的にはお勧めしていませんというですね、えー、本当にいつ作ったんだろうと。<laughs> <あ>の <laughs> 思いますけれども、<coughs> であのこの中で,です、ね、あの読んでもよくわからないんです、実は <laughs> で、子宮頸がんはヒトパピロマウイルスというあのウイルスの感染が原因で起こるがんですと書かれています。でその一方で、えー 子宮頸がん予防ワクチンは新しいワクチンのため、子宮頸がんそのものを予防する効果はまだ証明されていませんって、まあ、虫眼鏡で見なきゃ分かんないような字で書いてるんですが、これ、政務官、目を通されましたよね、ちょっと感想がありました、ちょっと教えてください。渡敷厚生労働大臣政務官どうぞ すす。いいまません、えー。ありがとうございます、えー、とパンフレットの方、私も拝見させていただきまして、ちょっと分かりにくいところもあるんですけれども、えー、有効性とリスクを理解した上で受けてくださいということが、まあ、一番お伝えしたいメッセージでありまして、必ずワクチンというのはですね、有効性と必ず副反応と、そのリスクも必ずあるわけでありますから、それを十分ご理解した上でということで書かせていただいたものであります。えー、とやはりですすね、ここれいろいろろ私も情報を集めますと、この ワクチンを受ける前に医療機関と、そしてそれを受けられる方のコミュニケーションの取り方が非常に重要であるということから、こういうパンフレットを使いながらです、ね、医療機関の皆さんが患者さんとお話し合いをしていただく、そして十分理解した上でです、ね、これをワクチンを受けていただく、そうするとです、ね、万が一、これ、三回接種いたしますので、大体副反応が出やすいのが二回目、三回目という傾向があります。ですから一回目ののの接種ととにににちょっと体に異常を感じた時に割と思春期の 方なのでえー、声を上げにくい環境がが、あるんですがこ,のこういったパンフレットを使いながらしっかりコミュニケーションを取っていただくとです、ね、その1回目で副反応の傾向が出てきたときにです、ね、相談をしたりとか、えー、そして今後、やめていくというようなことを決断したりとこういったです、ね、話し合いができるわけでありますから、えー、ぜひそのためにです、ね、こういった情報を、えー、パンフレットを有効にお使いいただけたらということで、えー、作らせていただいたところであります。山谷子君 あのこれを読んでもですね、有効性とリスクは全く理解できないというふうに思いますで、子宮頸がん予防ワクチンは新しいワクチンのため、子宮頸がんそのものを予防する効果はまだ証明されていません、なぜこんな虫眼鏡で見えるしか見えないような字で書くのかということと、ですね、それからですね、これ。 リスクが後ろに書いてある。そそっかしい人表しか見ないと思いますよ。もっと情報を絞ってですね、一枚紙で見えるようにしてほしいと思います。後ろにリスクが書いてあるんですよ。で、それもですね、金曜日までは書かれていなくて、月曜日の朝からあの書かれているものに対して、ワクチン接種後に主に見られる副反応の中でですね、恐怖、 興奮などをきっかけとした失神がありますって、これ、突然書き加えられたんですよ、誰がこれ書き加えたんですか。都式厚生労働大臣政務官 すいません。これは検討委員会の方で審議された結果を受けまして厚労省の方で書かせていただいた内容でありますがやはり筋肉注射でありますので結構これ痛みが強くてですねそのためによって失神をしたりというそういった例がですねいくつか見受けられましたのでそれでこういった警告を書かせていただいたわけであります確かにですねこのメッセージの伝え方等はですねいろいろ問題もあるかと思いますし委員ご指摘の点もございますのでどういうふうに情報発 をしていったら分かりやすいのか、えー、その点についてはです、ね、これからも工夫をしていきたいと思いますし、また委員の方もごい,いろんいろなご意見が届いているかと思いますので、またご指導いただけたらありがたいかなと、このように思っております山谷ゆりこ君。えっとあの、金曜日のものと月曜日の朝できたものと、ねあの、時間がなかったですよね、政務三役は当然これ、目を通されて、これ、書き直した方がいいんじゃないっておっしゃられたと思うんですけれども。 これでオーケーされてしまうんでしょうか、私はもう一つ、もっと有効性とリスクがです、ね、分かる書き方に書き直さないと、これ、読んでもわからないと思いますので、政務官、リーダーシップを取ってです、ね、もう一回ちょっと書き直していただきたいと思いますが、いか,でいかがでしょうか。 えっと、そしたらもう一度です、ね、この内容について少し精査させていただきまして、そしてわかりやすくです、ね、お伝えする方法を今後考えていきたいなというふうに思います、まあ、これはです、ね、答えが、正解があるわけではなくてです、ね、お伝えする方々にきちっと情報を伝えていく姿勢が大切だと思いますので、いろいろです、ねえー、工夫を凝らしながら、情報発信の方を心がけていきたいと、このように考えております山谷絵里子君。 あの行政の文書というのは大変に分かりにくいです、ですからそこに政治家が入って、ですね、非常に分かりやすい形に直していくという作業が大事だと思います、また、ですね、重い副反応について、ですね、アナフィラキシ、ギランバレ症候群、何万回に1回とか書いてあるんですが、これですね、あの被害者の数や症状、私、それなりに理解してるんですが、こういう。 頻度じゃなないような気がすするんですね一体これは、平成二十五年三月末時点で、専門家による評価を得た数値ですって書いてありますけれども、一体どのぐらいのこう集団をこれの中から、この回数を出してきているんでしょうか。渡嘉敷大臣政務官。 860万をですね、分母にして、これを計算させていただいた情報であります、まあ。情報としてはこれ、生の情報を入れさせていただいたんですが、これを読んでですね、まあ、一般の方々が理解しやすいかというとですね、なかなかこれはちょっと難しいところもあるかと思いますので、少しこの辺も工夫させていただきたいなというふうに思います。山谷恵里子君。ええですね、まあ、あの、 これ、平成25年の1月1日から3月31日までの報告じゃないですかね、ちょっと事務方分かれば、いかがですか、この回数は。敷すみません、ちょっとご質問の内容が分からなかったので、もう一度お願いいたします。山谷えり子君。 えー、重い副反応の数字のデータなんですけれども、これはいつからいつまでの部分を取ったんでしょうか、えー、私の、あのー、ちょっと調べたところでは、平成25年1月1日から3月31日っこれ間違いでしょうかね。都式大臣政務官 えっと、平成21年の12月からです、ね、平成25年の3月時点までということであります山谷絵理子君。 あの多分これ、報告に上がってきてない数がたくさんあると思いますので、もう一回データの精査をお願いしたいというふうにあの思います。でですね、文科省がです、ね、6月7日にです、ね、副反応の状況調査に乗り出しました。で、7月31日があの締め切りとなっております。えー、当然、ここでまた新しいデータが出てくるというふうに思いますので、ぜひ文科省と連携して、えー、被害者救済実態調査、そしてフォローアップをお願いしたいと思います。 いかかがでしょうか都式大臣政務官、はいえー、と今です、ね、ご指摘のとおり、文科省がです、ね、7月の末,で末までということで、全国の公立、国公立、高校等に対してです、ねまあ、調査をさせていただいております。えー、この内容に基づきましてです、ね、文科省と、そして副班の検討委員会の委員の先生方とです、ね、協議の上、え、今後の方向性をまた検討していきたいと、このように考えております山谷絵理子君。 えー、この三月にですね、副反応に苦しむ生徒、家族の皆様が。全局子宮頸がんワクチン被害者連絡会を結成をいたしました。えー、救済体制つく、作りというのが急がれるというふうに思います。で、四月から予防接種法の対象となりましたけれども。こうした被害に苦しまれている、副反応に苦しまれている生徒さんはですね。平成二十二年からの緊急促進事業。 として、公費女性で接種された方々でございますで、緊急促進事業で接種を受けた人もきちんと保障されると考えておりますが、PMDA というのがあって、医薬品・医療機器総合機構が保障するということになっておりますけれども、ここにどのぐらい今現在申請して、そして申請が認められたのは何件ぐらいでしょうか。 都可敷大臣政務官えと現在のところですね、えー、平成25年4月末現在でありますから、20件のです、ねえー、申請がございました。山谷え理子君。そのうち申請が認められたのは何件でしょうか、渡嘉敷大臣政務官えと。申請されましたが、20件のうちです、ねえー、支給、えー、不支給の件数は14件でございます、14件のうちです、ね、支給決定が12件。 そして、支給決定が2件と、このようになっております。山谷恵理子君 えまだですね、この申請をためらっておられる方いっぱいいますので、これからあのたくさん出てくると思います。そしてですね、速やかにですね、これ申請は、あのまあ、精査してですけれども、認めていただきたいと思います。ただですね、この被害の例えばあの、金額が数千万円というなあのもちろんお金で解決する問題ではないんですけれども、そうした場合、PMDA で保証しきれるのかえ、地方自治体も推奨したわけ ですから自治体のカバーもあるのかその辺はいかがでしょうか。渡嘉敷大臣政務官。はい。えー、PMDA の実施する副反応被害者救済制度の対象となるかという場合と、あともう一つはですね、宿場村の方が、えー、加入している民間保険による保障の対象となり得ると、えー、こういう場合もございますので、えー、まあこういった形でですね、給付性救済性給付、えー、すみません、えー、救済給付が行われているとこのように承知しております。 山谷恵り子君。 えこちらの方のフォローアップもぜひよろしくお願いいたします。あの、公費女性への流れに対して、あの、反省、あるいは検証していくことも大切ではないかと思います。え平成24年、えー、5月23日、厚生科学審議会感染症分科会予防接種部会で、まあ、すでに相当数の重篤な副反応があったにもかかわらず、定期接種化が決められました。あー まあ昨年のこと民主党政権ではありますけれどもね、あのー、でこれはなぜかと反対があったにもかかわらず私議事録その前からずっと一年二年前から読んでおりますけれども非常にあの違和感を覚えております。またですね平成二十一年国が新型インフルエンザ予防ワクチン緊急輸入契約をマ、まあ、スイスの 会社とイギリスの会社ととしたんですでところがそれほどはやらなかったもんですから、解約金を出さなければならなくなったで、スイスの製薬会社には翌年92億円払いました、あところがイギリスのこの会社にはですね、違約金を払っておりません、そこが子宮頸がんワクチンを製造している会社でございます、これはどういうことなのかと、なぜその会社は違約金をいらないと言ったのか。 という私は国会で質問しましたけれども、あの理由わかりませんって、平気で厚労省の役人が答えられるんですよね、一体それは何なのか。 とかですね、あるいはその販売会社がですね、十三歳セクシャルデビューっていうとんでもないですね、あのー、言葉を使ってですね、漫画冊子を作ってですね、えー、進めていったと。でしかもこれはですね、えー、子宮頚がんにも一生かからないと、まあ、誤解させるようなですね、まああのー、文章であったわけですね。でこれも私国会で何度も質問をいたしました。もちろん民間 会社ですからどのような宣伝をしても自由なのかもしれませんけれどもやっぱり誤解を招くようなまた、ですね性モラル的にも13歳セクシュアルデビューっていうそういう言葉を使っていいのかどうなのかというですねやはり人の命と健康の問題でありますから例えばあのおかしいねっていうふうな、まあ、いろんな皆さんからあるいは国会で質問が出たらですねやっぱり厚労省とそのいろんな薬の会社が、まあ、なんかこう 意見交換の場を作るとか、ですね、まあ、いろんなやっぱり今回、反省はあるんだろうというふうに思います、えこうしたあの一連の、まあ、流れや、まあ、私の問題提起などについてはいかがお考えでございましょうか。敷大臣政務官 え、委員御指摘のとおりですね、本当に正確な情報をきちっと発信して、そしてそれを国民の皆様にお届けするのがいかに重要かというのが、まあ、今回の、え、ワクチンのいろいろやりとりの中で私たちもですね、心に刻んだわけであります。え、正確な情報を発信を務めるように、え、さらにですね、やはりモラルの問題もございますので、そういったところもですね、きちっとお伝えできるように、え、コミュニケーションを取りながら、医療機関の皆様とコミュニケーションを取りながら、え、今後ワクチン行政を取り組んでいきたいと思います。山谷エリコ君。 あのワクチンによってです、ね、あの命救われることもあります、ですからすべて否定しているわけではなくて、有効性とリスク、厚生労働行政が信頼を持って、皆様から支えられるように、これからもお務めいただきたいと思います。それでは、障害者差別解消法の質問に移ります。 えー、あの、私の、まあ、指示でございますが、母は、五十年ほど前に薬の害で障害者になりました。当時は、まだ町のありようも、社会の仕組みも、法的な支援もなくてですね、えー、本当にですね、あの、悲しく辛い思いをしたわけでございますけれども、その後、昭和四十五年、心身障害者対策基本法が、超党派の議員立法でできました。 また、昭和五十六年、えー、国際障害者年、国連の、そして昭和五十七年、えー、障害者対策推進本部が作られて、平成五年基本計画の策定、平成十六年には発達障害者支援法、えー、平成十八年障害者自立支援法、平成十八年バリアフリー法、平成二十年障害者雇用促進法、平成二十三年障害者基本法改正、 平成23年、えー、障害者虐待防止法、平成24年、障害者総合支援法、平成24年、障害者優先調達推進法、そして平成25年、障害者差別解消法、今国会で、ま、議論されているわけで、えー、ございます。えー 一歩一歩進みながらです、ね、障害者の差別解消、そして生きやすい世の中、社会をつくっていきたいという思いは皆共有しているというふうに思いますけれども、森大臣に法案提出の趣旨、思いをお伺いしたいと思います森国務大臣。山田議員におかれましては、自民党の内閣部会長として。 えまた、障害者問題を担当する政務官であられたご経験を踏まえて、本法案のお取りまとめに多大なご尽力をいただきましたことに感謝を申し上げます。障害者施策に関しては、平成18年に国連において、障害者の権利に関する条約が採択されるなど、近年、障害者の権利保護に向けた取り組みが国際的に進展してまいりました。 我が国においても、障害者権利条約の趣旨を踏まえ、平成23年の障害者基本法の改正、その第4条において、基本原則として差別の禁止が規定されました。本法案は、差別の禁止に関するより具体的な規定を示し、それが遵守されるための具体的な措置等を定めることにより、この基本原則を具体化する法律として位置づけられるものであり、全ての国民が、 障害の有無によって分け隔てられることなく相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現に向けて障害を理由とする差別の解消を推進することを目的とするものでございます山谷恵子君え都会式専務官ありがとうございましたどうぞあのもう結構でございますありがとうございますご退席いただいて結構です 外務省に伺います福山委員も質問なさいましたけれども、方法案成立後の障害者権利条約締結に向けた見通し、まあ、さっきはちょっと意気込みは聞いたんですが、ちょっと見通しまであまり詳しくお聞きできなかったかなと思いますが、よろしくお願いします。外務大臣官房新見参事官 ご答え申し上げます。あの、先ほど、あの、あのもうご説明申し上げましたように、意気込みは先ほど申し上げたとこりでございますけれども、あの、繰り返しになりますが、あ政府としてはあの、可能な限り早期に条約を締結したいと考えております。まあ、具体的な時期につきましては、あのまさに今あ、この国会であの、委員からもご指摘ございましたとおり、関連の法案あがですねあの、審議させておりますので、えー、まあ、それも踏まえまして、あのなるべく早くと。 いうことでまあ、現時点ではあの条約をどの国会にかけるというようなことは決めておりませんけれども、繰り返しになりますが、まあ、現時点では可能な限り早期にということを考えている次第でございます山谷百合子君。ありがとうございますあの外務省結構でございます。 えー、基本方針案の作成にあたりまして、えー、内閣府に聞きます、えー。障害者政策会議において、障害者、あ障害当事者の意見を聞くことは重要と考えますけれども、また一方でですね、障害者政策会議には必ずしも規制を受ける事業者を代表とするものが含まれておりません。で基本方針作成にあたりまして、えー、事業者等の意見をどのように聴取するおつもりでございましょうか。 山崎政策統括官お答え申し上げますご指摘のとおり、基本方針を定める場合には、本法案でございますが、ここであらかじめ障害者その他の関係者の意見を反映させるために必要な措置を講ずることという規定がございます。この規定に基づきまして、障害当事者はもとより事業者の方につきましても、例えばヒアリング等を行うなどを通じまして、意見を聴取してまいりたいと、このように考えていきたいでございます山谷絵理子君。 えーまあ、今回、あのー、環境の整備について、えー、伺いたいんですけれども、今回、不特定多数の障害者を対象とするう事前的改善措置については、合理的配慮とは区別し、環境の整備としてその推進を図ることとされています。えー、本法のお趣旨を踏まえまして、公共交通機関等の公共的施設のバリアフリー化の一層のす推進を図る必要について、えー、国交省の考え方をお伺いし 国土交通省総合政策局次長渡辺君お答えをいたします障害を理由とする差別の解消を図るためには、山谷委員ご指摘のとおり、公共交通施設や建築物などのバリアフリー化などを進めていくということを併せてやっていくことが重要だというふうに思っております。 いわゆるバリアフリー法は平成18年の12月に施行されましたけれども国交省ではこのバリアフリー法に基づきまして高齢者や障害者の方などが円滑に利用できる、円滑に移動できるようにそれからいろんな施設を円滑に利用できるようにするために様々な施策を総合的にやってきております具体的には高齢者や障害者などの方が移動するにあたって それからあの施設を利用するにあたっての利便性や安全性の向上を図るということのために、まずはいろんな公共施設や建築物などのバリアフリー化自体を進めてきておりますけれども、このほかにも公共交通事業者などの職員の教育訓練ですとか、 あるいは国民の皆様方に、障害者の方々への理解、協力を深めていただくように働きかける活動あの、我々心のバリアフリーと言っておりますけれども、そういうふうなことをやってきております。あの今後とも国交省といたしましてはあの、障害者の方などのご意見も伺いながら、この法案、本日ご審議いただいている法案の取り組みと合わせまして、ただいま申し上げましたバリアフリー法に基づく取り組みも着実に推進してまいりたいと思っております。 山谷恵子君ありがとうございます。えー、期待しています。国交省の方、結構でございます。ご対策結構です。えー、続いて、総務省にお伺いいたします、えー。字幕放送、解説放送、手話放送の普及と、放送・通信のバリアフリー化も推進する必要があると考えますが、総務省のご見解を伺いたいと思います。総務大臣官房南審議官。 はい、あの先生、ご案内のとおり、あの字幕放送、解説放送に関しましてはあの放送法において放送事業者の努力義務を規定をさせていただいているところでございます、まあ、これを受けまして、字幕放送等の平成29年度までのまあ10年計画で、えー、字幕番組の普及目標を図るためのガイドラインを現在、策定をしているところでございます。でそれに基づきまして 放送事業者の制作費に対しましては2分の1を上限とする助成も実施しているところでございますしこのガイドラインを受けまして各放送事業者の実主的な取り組みということで個別具体的な各社ごとの目標値を定めた計画を策定をしていただいているところでございますまたあの高齢者障害者向けの通信放送サービスの充実を図るという観点から高齢者や障害者が使いやすい使い勝手のいい情報通信機器や サービスの開発・提供を行う NPO 法人でありますとか、民間企業等に対しましても、あの助成を実施しているところでございます。あの今後ともこうした取り組みを継続するとともに、えー、ガイドラインというものにつきましても、時代の変化に合わせて、えー、普段に見直し等の取り組みにより,よりまして、通信・放送のバリアフリー化に努めてまいりたいと考えております山谷えり子君。総務省の方、ありがとうございますすよろししくお願いいいいたたまだいて結構です。 えー次ま、続きまして、えー、地域協議会関係についてお伺いしたいと思います。まあ、先ほど、民主党の委員の皆様からも、魂を入れてほしいというようなさまざまな問題提起がございましたけれども、障害者差別解消支援地域協議会を、まあ、組織することができるとされていまして、えー、地域協議会に参加する国の機関として、えー、現在、どのようなものを考えていらっしゃいますでしょうか。 山崎政策統括官お答え申し上げますご指摘の地域協議会,会でございますが、これはあの相談、紛争解決のための地域レベルにおけるネットワークを構,、えー、構築すると、こういう趣旨から規定が置かれているものでございます。具体的な期間、どのような期間を構成期間とするかにつきましては、従いまして、最終的にはそれぞれの地域において判断されるという形になるものでございますが、この協議会の設置の趣旨を踏まえますと、 障害者の自立と社会参加に関連する分野に関わる業務を担う、幅広い機関が当然参加するということは大変大事だと考えておりますし、加えて、先ほどご指摘ございました、国の出先機関といったものについても、これに参加するということは大変有用であるというふうに考えている次第でございます山谷絵理子君。地域協議会の事務を行う地方公共団体に対する国からの支援について、お考えをお聞かせください。山崎政策統括官。 お答え申し上げますこの地域協会、地域レベルでの差別解消に向けた取り組みでございますので、これに関します地方公共団体に対する国の支援というのは大変重要であると考えている次第でございます。内閣府としましては、例えば先ほどご指摘ございました、モデルの選考実施といったようなこと、さらに地方における取り組みの事例を収集、提供すること、さらに地域教育会の設置状況を把握、公表する等の支援を積極的に行いまして、 地域協議会が各地域においてしっかり組織されるように後押しをしてまいりたいとこのように考えておきたいる次第でございます。山谷にえりこ君、平成二十八年四月の施行までの具体的なマ、まあ、スケジュールをお伺いしたいと思います。まあ民、まあ、民主党の委員からもですね、次の外債要求でやっぱり玉出しのきちんとあの位置付けるべきではないかというようなまあ問題提起もありましてですね。えー、積極的な答弁を期待しております。 山崎政策統括官お答え申し上げますあのこの法律の施行は、3年弱でございますが、平成28年4月1日ということを予定してございます、まずそれまでのスケジュールでございますが、まず第一点としまして、基本方針を定める必要がございます、この基本方針に関しましては、この本法案の成立後、速やかに作成に着手しまして、障害者政策委員会における意見聴取、 さらに事業者を含めた関係者からの意見の反映等、必要な手続きを経た上で、遅くとも年度内今年度内に取りまとめたいと、こういう考えとしたでございます。また、その後、遅くとも一年内に、今度は各行政機関、各下大臣における、まさにガイドラインを作成する作業がございます。これも、その後一年以内に作成する方向で考えたいと思っております。そしてその上で、施行までに少なくとも一年、 程度をかけてこの本法案の趣旨内容等につきまして国民関係者への周知徹底を図っていくとこのようなあの大きなスケジュールを考えたいと思っている人でございますまたあの来年度二十六年度の予算に関しましては大臣の先ほどの御指示も踏まえましてあの地域教育会の推進等を含めた必要な措置についてさらに検討してまいりたいとこのように考えている人でございます山谷恵子君 森大臣ににお伺いしまます。す。本法は広範な分野に関わるものであります円滑な施行のためには、関係省庁間で密接な連携を確保し、取り組みを進める必要があると考えますけれども、どのようにお考えでございましょうか。森国務大臣。ご指摘のとおり、障害を理由とする差別の解消は、雇用、教育、医療、公共交通など、 障害者の自立と社会参加に関わるあらゆる分野にまたがる課題でありまして、施策の推進にあたっては、関係省庁間の連携を確保することが非常に重要だと考えております。そのため、本法案では、政府として施策の総合的かつ一体的な推進を図るとともに、行政機関の間や分野の間における取り組みのばらつきを防ぐために、 第6条に基基基づき施策の本本的な方方向をを示すすす針を作成することとしております内閣府としては、この基本方針の作成、運用や、関係省庁間の連絡会議などの開催等を通じて、関係省庁との緊密な連携の下、本法の円滑な施行に向けて取り組んでまいりたいと思います山谷恵理子君。ありがとうございます。 えあの衆議院のです、ね、法の委員会の付帯決議で、障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律案に対する付帯決議の四番としてです、ねえ、合理的配慮に関する過重な負担の判断においては、事業者の事業規模、事業規模から見た負担の程度、事業者の財政状況、業務遂行に及ぼす影響等を総合的に考慮することとし、中小零細企業への影響に配慮することという一 部分があるのでございますけれども、この合理的配慮あるいは過重な負担の判断についてですね、あのそれぞれの人,人によってこうイメージが違うと思うんですけれども、あの役所側としてはどのようなこう判断をしていらっしゃるんでしょうか。山崎政策統括官、えー、お答え申し上げます。はい あのご指摘のとおり、この合理的配慮に関します、具体的な事例、もしくはです、ね、運用につきましては、今後さらにいろんな場面を踏まえて、これをさらに詳細に詰めていく必要があると考えてございます。その中では、基本方針において、まあ、基本的な考え方を定めますが、これ、各分野、それぞれ分野がございますので、各分野におけます民間事業者に対する、これは対応指針という形でガイドラインを定めてまいります。しいいましてそのの各分野のいろんな状況 さらに事業者の、先ほどございました、規模等も踏まえた上でえで、これを具体的にどういう形で定めていくかということを、ガイドラインの中でこれは検討していくという形でえ考えていきたいでございます山谷絵理子君、そのガイドラインはいつ頃までにこう作れそうですか。<laughs> 山崎政策統括官 お答え申し上げますあの。先ほどお答え申し上げましたが、まずあのガイドラインの前に、えー、基本方針を定める必要があります。これをできましたら、今年度内に、えー、これ、内閣府のほうが中心となりまして、政府全体が定めます。この基本方針に踏まえまして、それからさらに1年間、えー、これは各主務大臣のほうでこれを定めることになりますが、ガイドラインを定めてまいります。えー、そうしますと、この合理的配慮も含めた、えー、かなり具体的な事例等の判断につきまして、 この1年間の間にいろんな意見を聞きながら定めていくと、このようになる時代でございます山谷絵里子君。最後に森大臣にお伺いをいたします、障害者差別解消に向けた森大臣のご決意をお聞かせください森国務大臣。安倍内閣は、すべての人々が生きがいを感じ、チャンスを与えられる社会、国民一人一人の能力と個性が最大限に生か,れ生かせる社会の実現を目指しておりますので、 障害者の皆様の能力と個性が最大限に活かせるよう、障害者差別の解消に取り組んでまいりたいと思います。本法案は、我が国における障害者の差別の解消に向けた歩みを大きく前進させるものと考えております。本法案の立案の過程においては、障害当事者の皆様をはじめ、様々な方面からの 差別のないい社会をを望む声たただきましたこのような関係閣議のご期待に応えることができますよう、私も担当大臣として、すべての国民が障害の有無にかかわらず、互いの人格と個性を尊重し合いながら、共生できる社会の実現に向け、関係省庁、関係大臣と連携しつつ、着実に取り組んでまいりたいと思っております。 山谷絵里子君。期待しておりますし、私たち一人一人も、おそれぞれの場所で務めていきたいと思います。ありがとうございました。山谷絵里子君の質疑は終了いたします。午後一時に再開することとし、休憩いたします。